そしてここからは敗者側。はい、カルピス選手と夏選手ですね。夏選手、はい、先ほどドンキーコングとポケモントレーナーを配信台で披露してくださいました。惜しくもアヤリン選手にウィナーズでは敗れてしまったんですが、はい、敗者側ではるばる駆け上ってここまでやってまいりました。そうですね、夏選手といえば、デラックスのハイブリッド勢なんですけれども、まあ、そのドンキーコングに関してはまあ4から使っていらして、はい、はい、そのお母さんの話にね、うん、の非常にギャップがあるドンキーコングのパワフルなプレーも持ち味なんですけれども、今回チョイスしたのはポケモントレーナーと、はい、対するはカルピスはこう Wii U から使い続けたルイージ見ていきましょう。まあ、やはりドンキールイージだと無限に何も入っちゃいそうですからね、まあ、そうね。でもこの男、トレモの男、トレモの男、ダッシュが入らなかった途中までは完璧だったんですけどね、うん、カルピス選手はね、暇さえあればね、こう全キャラに対するトレモでこうコンボの練習をしてるんで、どんなファイターにでもあのコンボ完走してのけるポテンシャルを持っている 0% のつき、ま、つかみには要注意というところですが、これ帰れる？なんとかここから、あ、うわ、ポケモンチェンジアブレ、なるほど、なるほど、一種フレアブレ、あ、やばい、間違いないですね、あっと起こせまして最大リターンですが、なんとか耐えてる。もうちょっとホールドできたかな。結構ルイージのウェビーってこう着地硬直長いんで、あ、そうですね、ものすごい隙を晒しますね、はい、埋まってますからね、そう、頭からねボンと落ちるんで、体重重めのリザードンですね。まだまだ耐える横強で接近を拒否、はい、よいい置きですね、はい、あとこれはさあ NB を食らった後の判断が遅れちゃいましたね、うん、ジャンプがなかったです。ポケモンチェンジアバレに対しては持続の長いルイージサイクロン、確かに一番対応しやすいですね、はい、あの技が。夏選手が結構攻め系のあるプレイヤーでして、はい、こうゼニガメで自分の火パーセントがかなり、火ダメージがかなり高くてもゼニガメで火力を取っていこうというプレイヤーですから、危ない、ガキ際なんでちょっとコンボが難しかったですね。え、ああ、そう、あのなんか下強からの上強、はい、で上強から上 B が確定するっていうコンボがあるんですけど、そうですね、はい、下強上強上 B、うん、まあ、今のはその上強上 B をね、はい、ジャストシールドから決めてのけました。そうですね、やはりルイージスカイ本当にジャストシールド精度があまりにも高いので、はい、まあ、なぜならリターンがあまりにも高いから、うん、そうここからはジャストシールドを散らすタクのような行動、うまい、移動回避にしっかり合わせる空車復帰阻止、不思議そうの殿下の砲塔、うん、おっと今の回避、大上でやっちゃうの、まさか、まさか、あ、え、まだついてる、さすがに、さすがに、そう、上強の変更を内側にすれば上 B は確定しないんですよ。え、あぶねえ、いくらセニカメでもまだ、さすがにまだね、はい、怖い展開、サイクロン崖攻め、いや怖いですね、ルイージが様子見してる様は、あー、ダメ、ガッシュしてる様は怖いですね、いじり寄ってくるなんか怖がって暴れると一周回って普通に夢すまかったりするんですよね。そう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 、キュッポンキュッポン、ワイヤー腹筋に対して妨害してダメージをかっていいね、マジレスの空中しろ、このね、マジレスとチョケのハイブリッド、これがルイージ、カルピス選手もまたハイブリッド、はい、息もつかせん怒涛の展開でしたね。あの下強上強上ビーっていうのちょっと面白くて、下強は外ずらししないと、はい、次の下強とか 上強がかくっちゃうんだったかな、はい、外ずらしすると下もう一回下強が確定するらしいんですけど、はい、上強は内変更しないといけないっていう、下強上強上ビーっていうルイージの連携は結構変更が難しい連携なんですよね。なるほど、キャラ知識が問われますね。でもカルピスは割とその変更というかダッシュで追えるか追えないかっていうのをこう判断してくるんで、かなりなんか下強の当たった後の展開には用心しなくてはいけないという、はい、そうですね、変更を覚えておかないとですね、うん、この男に自分2週連続やられてるんで、どうなまあね、タイル維持っていうのはね、本当に難しい、はい、心を鬼にしないといけない。そうですね、うん、最近あのカルピス選手あのこ関東に越してきて、はい、こう精力的に平日大会出ていらっしゃいますけれども、うん、それまでは関東に類似会というと、確かに越島選手とか、はい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 、
まあ、最近だと山中翔さんもないですね、はい、出たプレイヤー辞典なかったんですが、はい、まあ、その話は多いあっと振り向き掴が通ってしまってやばいでもやっと今のはどういったところで本当てじゃなかったからキュッポンがリアルキから上 B を出さなきゃいけなかったんですよ、おそらくダッシュ上 B じゃなくて、はい、なんですけどちょっとその歩きの距離が足りなかったかなっていう、やっぱゼニガメもね体がちっちゃいんでコンボがなかなか難しいんですよね。そうですね、はい、でもリターンは十分取れてるんで、はい、はい、依然やばいです。そうなんですね、結局ね、はい、即死には至らなくても、うん、投げのリターンは間違いなく高いので、だって投げ1回通しただけなのに、投げを1回通しただけなのにこの火力というのがやっぱりルイージの魅力ですね。そうですね、はい、火力を稼いだ結果パニッシュゲームで今のようにあっさり撃してしまうと、うん、しっかりと掴みにその回避を合わせて着地狩りの展開を作る。不思議そうであればサイクロンアバリにも空上で付き合わなくて済みそうですね。さあ今日横スマッシュ上に飛ぶことがあるんですねこの技横側だと思ってました僕は。えさすがに無理だよね、さすがにルイージの火ダメ補正が乗りすぎてるんで、はい、ちょっと難しいコンボでした。空中に打たれる、はい、ここまで来ればね、はい、コンボをされることはなくなるんで手堅く手堅くこういったサイクの塔に付き合わず、はい、これジャンプはあるかな、地上に一瞬着地してるからなかったみたいですね。なかったですね、はい、下強でそのまま撃墜、まあ、ただこの待機なんかこれはこれで下強からの先ほどのコンボ、まあそうね、打撃したけど怖い、おお、ダッシュ攻撃に素早く反応ガーガン、はい、ウェビーでそのまま撃墜、タイル維持に密着ガードになる選択肢は本当にキンキです。ダメですね。でもゼニガメはね結構こう差し返しで密着の展開になるんで1回でも読み間違えてしまうとおしまい、おしまい、ああ打ち変更に変えてきましたね。あえての受け身ではなくダウンの選択で掴みをかわしていきましたが、ええまさか、うん、まさかなんてこといくらストックリードしているからといっても、やっていいことと悪いことがあるぞ。そこまでのチョケは許しませんでしたね、夏選手も。えっ、やばい、危ない、さすがの体重の軽さといっても、なんだ今日のこの配信台のカードは殺意の塊しかいない。ポケモンチェンジ、ここからまだ不思議そうならワンターン掴んで、わかんないよね、ジャンプ残してるからギリギリ変えれる。さすがにまだパーセントが低かった、はい、空母だったら2段技なんでジャストシールド対応、まずは離れて展開を作る、ようやく一安心って形ですね。おっと、お、一安心した後は、一安心した後は一波乱が待ってるんですか、ギリギリ耐えてるけどこれ超復帰苦しいよ。あーっと、なんとか空下の発生にロケットを合わせて抜けちゃった、あ、ポケモンチェンジにダッシュ攻撃、ベクトルが優秀、まずいぞこの展開、崖奪い、空母が出なかった、サイクロンをかわしてヒヤヒヤもんだ、全体フレームが優秀すぎて飛びすぎー、画面が忙しいですね本当に、なんかね、はい、こう小足で固めてくるのテリーとケンと竜だけじゃなかったんですね。まあそうですね、まあ、なんならなんかロボットとかもいるんで対応できますよね、まあ、確かに。